けんちゃんです。ういちゃんです。ゆうちゃんです。いくちゃんです。僕たちの遊びバー、今回は 2.5 次元サイバー。タイトルコールしたものの、我々まあ一応みんなね、上田さんをリスペクトというか、うん、結構俺たちね、下から言ってますから、そんな怒られることないなって思いますけどハッピーなことしかないですよ。ハッピーなことしかない。上田ちゃんさんと思い出はまだ阿部ちゃんあげるわじゃあ上田圭介君は誰を訴えますか。私が、訴えるのは高橋健介です。おもうでも最近なんか驚かなくなった。驚かないだろうな。なんか俺が訴えられることに来るだろうなってなりますよ。で、事件名の方、人のイベントでお滑り事件。あった、これは人のイベントでお滑り、事件性高いですね。結構キンキンな話だったんですよ。キンキン、とある俳優さん の, あのバースデーイベントに黒羽麻璃央くんなんですけど、マリオくん、はい、ゲスト出演をさせていただいて、まあ、バースデーイベントってさ、コメント動画がいろんな人からいただいたりするじゃないですか、はい、でその中に、まあ、ケンスケと寺山武っていうなんかおっさんがいるんですけど2人でコメントを送ってたんですけれども、すごい長尺ですごいスタッフさんとか労力とかお金をかけて滑り散らかしてた。やば。それ受けてるマリオと俺と MC さんだ。地獄の時代だ最悪。いやいや、でも、うん、そのなんて言うんですか、反論じゃないですけど、はい、まず一つ言いたいのは、はい、もうこの 2.5 次元界隈で、うん、お祝いコメントに一番金をかけて一番力入れてるのは絶対俺いや結構ね、お祝いコメントとかってさ、割と空き時間にじゃあ撮って、動画撮ってもらって、ね、かで、じゃあ上ちゃんからもらったわで終わるのよ、はいはい、そんな生ぬるいことしたくないなと思って、はいはい、俺はもうスタジオ借りちゃってそうなのよ。後ろになんかモニターも出しちゃって、わけわからん背景で宇宙みたいな滑りました。だから要は大阪で一回流してたんだよ。らしいっすね。なんかもう一回やって、俺がゲストで行った時に、横浜でやった時に、お客さんほとんど結構ケンスケ君からこんな V が来てるが知ってる状態。なるほどね。なるほどね。2回目だったからね。そう、俺は知らなかったのよ。なるほど。2回来てることを、はい、でお客さんびくりともほぼ笑わんしケンスケ何言ってんの、何やその背景とかわーとかで言ってたよ、サワサワサワみたいな。これちょっとやばいなと思って、ウエちゃんさんのツッコミあってもサワサワする俺結構久々に脇汗かきながら頑張ってたサワサワしてた。先に言っといてほしかったな。恥ずかしいですね、ツッコんだ側が。全くね、へこんでもないですもんね、うん、なんか反省の色がないよね。金かかったんだよ。なんか言うまあ長尺とか金かけた買い物って、はいはい、唯一おかわり V されたっていう噂もあるんで、これはまあ喧嘩両成敗みたいなことありますかね。顔うそなんかさ、俺おかわり V 俳優やで、すごいやろうがちょっと嫌だよね。顔が痛いちゃう。組から判決を一応、はい、有罪です。お、有罪な。あんま僕有罪にしないんで、うんうん、マジ優しい。滑ったのはもうしょうがないです、はい、かわいそう、お金かけてスタイルそっち、その後の反省の色を見る。あー、僕はいけなかった。罪なんで、めちゃくちゃダイジェストで今ちょっと十分で再現してもらっていいですか、ね、じゃあ後でね、じゃあちょっとしてた、ね、ちなみに他のメンバーありますか。ここにいない方でもいいんですか。はい、確かに。いろいろ話したくないし、出したくなかった。それもあいつビビって逃げたんで、逃げた際ぐらい、もうこれは絶対有罪確定なので。そうなんで、確かにそうですね。まあ、ちょっとでも一個出していいですか。あ、マジか。私が訴えるのは、ゆうたろうくんです。まさか、待ってました。来ましたよ。お前ほんと知らないとこで人傷つけてんねん。かわいすぎちゃう。あー、これ、あ、上ちゃん、俺そういうのをね、上ちゃんにやってほしくなかった。まだ中身が、まだまだ、そうだ、ごめん、次元性高いかもしれない、ま、中身がちょっと、なんかね、いろいろ見させていただいてるんですよ、その遊び場以外でも、はい、かなりね、すごい活躍されてるじゃないですか。で、俺が一個やばいな、マジでと思ったのが、女装の、あー、あれが、マジガチでタイプすぎて罪なのよ、俺からしたら。ちょっとミーハー心で来てるの、若干。ゆうたろうに会いたい、タイプの女に会おうとか来てるから。罪な子なんだけど、俺の目をあんまり見てくれないの。え、そうなの。そういや、初めましたらね。そう、寂しりしてるんで、なんとなくその性格もね、見てるし、結構ガーって言ったりするのも見てて、俺結構そういう気きつい人好きだから、ああ、いいなーってすごい思ってたんだけど、まだちょっとそのかまととぶってる感じとかも、俺からしたら全部罪なの。
腹割り切れてないぞと。これ反論ありますか、一応その可愛すぎるというかさ。よく言われるし、まあ、ケンスケ君もツイートしてくれたじゃないか、実際。あれはな、俺もしくってマジで。なんだこの可愛い子って思って、よく見たらゆうたろうで、うん、一瞬でも普通の女性として認識して可愛いって思った自分があまりにもしんどかったっていうツイートをしたんですけど、はい、いやこれはね、やっぱこう結構あるよ、みんなというか、まあ、でもイクミもあったよね、ゆうたろうの可愛い写真。俺もマジで女優さんだと思って可愛いなと思ったら、うん、最後のエンドロールみたいな言うたら、ね、先にこう今後じゃあ俺らには情報解禁前でも何でも全部こういう女性やります、こういう女性やりますって全部送ってほしい。じゃあ俺個人的に LINE 教えるわそれ話変わってきちゃう、話変わって個人的に幸せな有罪いいですね、裁判官優しい。幸せな有罪って何？ゆうたろうがまだちょっと悪の部分が出てないって、うん、ウエチャーさんが決めたワードをゆうたろうに食べなきゃって言って、おお、かわいいゆうたろうに言ってほしい言葉をうえちゃんが今から決める。しかもドレスで悪口ってことでしょ。めちゃくちゃかわいい、あえてもかわいい言葉でもいいし、いけない言葉でもいいし。え、待って、これ何のプレーなの？これ個人的なことにしようかな。お、もうまずそのうえちゃんとかじゃなくて、はい、上田って呼んでほしい。おい上田、おい上田、おい上田、かわいすぎてドキドキしちゃうぞ、バーカって言ってほしい。わー、はい、ちょっとそのツンなところから出れば、ちょっとツン強めのバーカで、あの甘えが欲しいですね。おい、何しに来てんやろ。ちょっとほんならあのカメラもしてる、カメラもしてる。え、かわいすぎてドキドキしちゃうの僕が、やばい、ちょっと待って、上ちゃんの目がガチです。ウエちゃんの目がガチです。プロデューサーさんみたいな目が映画の。じゃあゆうたろうのウエちゃんに対するスリッパレーズ3、はい、2、1、どうぞ。おい上田、かわいすぎてドキドキしちゃうじゃん、バーカ。ありがとうございました。噛み締めてるね、噛み締めてる。ありがとうございました。ちょっと、あー、俺なにこれ、これ、これいい罰ゲームか。まあ、新しい方でもね、新しいね、見れる。皆さんこんにちは、高橋健介です。クローバーマリオくん、誕生日おめでとうございます。まあ僕がね、あのスタジオに行ってあげようかなと思ったんですけど、ゲストを見たら上田圭介、三浦博樹、佐藤隆二、全員僕より売れてる人でした。まあそんな感じでビリビリマシンでお祝いしたいと思います。まあここに本当はね、寺山たけしがいるんですけど、寺山たけし負けました。ということでですね、クローバーマリオくん誕生日おめでとうございました。